なんかついてる、なんかお花の柄が入ってます。あとは C タイプの電源のやつと充電のやつですね。ブラボーこんばんざい、ナンシーこんばんざい、ユーチマンドル眩しすぎて直視できるか、できるよ。キッシュさんこんばんざい、誕生日まであと11日だそうです。11日なんだ、もうちょっとだね。そう思うとやらかし、あー出た出た、でも最近よくなるよ。なんでこんなバグるんだろう。なんかショールームバグ、早くパフォーマンス見に来て呼ばれる。みんなになんか見せようと思ったんだけど忘れてた。何かを見せようにと思ってたんだけど忘れちゃいました。チェーさんこんばんざい、ホックンこんばんざい。みんなバグってるから、メイさんが機械音痴だから、私が機械音痴だからバグってるんかと思ったわら、そうではないということで、なんだっけなんだっけ、まあ見せられません。実は遠征みんなコレーションしていくわけですけども、だってフィルター使えるから新しいと信じたい。明治青い、私のチェキが嫁とのチェキです。リアと結局撮ってるんよね、多分写真を。メイササリマが落ち着く衣装だしね。あ、初見です、フィルム。ジュリメイちゃん、これから行くとジュリ、なんでロフフなんだろうね。メイアユ、あ、ユメイ、わかんないね、なんか難しいよね。ハウス持ってるけど、こっちみんなケーキゲットしてください。ていうか普通に明日のライブ来てほしい。明日だって七夕だよ、みんな。七夕ゲットできるかな、できるかな。今日は今日も前髪をしっかりと固めてるので前髪が動きません。明日行きたいところ行けずだよ。織姫に会いに行けない、解散お仕事なのか、お仕事なのかくてびっくりゴンザレス、泣いちゃうよ、泣かないで。あ、そして8日にシオンさんのさっちゃん、ふみ、しおり予選させていただきますので、皆さんぜひ解散ってる、バレてるバレてる。あ、ええやん。でもなんかあれでしょ、やつでしょ多分あれって、外から見るやつ、室内を幕開ツイッターをチェックして遊びに来ていけるし、撮影できるし、私にとって最高のライブね。そうだね、 YouTube アンドルーのこと、メンもジェリーもアイも大好き、ありがとう。メイちゃんも白くてもちょ目はこんな感じ、色がなんか色が混ざったら抹茶じゃないって色になりました。泡のメイレナは3サイズでした。でもマジでピノは好き、あったかくて、あったかいうどん食べた、私の味だったか思い出せない。抹茶嫌いだけどピスタチオいける、ピスタチオって豆じゃん、た、いや、ただの豆だよ。蔵でピヨピヨしてます。明日笑いに来て、ビスか、あれは美味しいよね、スイカが美味しいなって感じてた。何に好き、私病院行ったはずなのにな、病院行って保険証なくしたみたいな、
保険証はまず事故、危ない危ない。新潟から今日だからもう会えた、勝ち組だよ。スイカなくしてない。スイカはね、家の鍵にくっつけてる。家の鍵は私ね、なくしたことがないんです。そういえばそれだけは褒められるところ。なんで探したかというと、あ、病院行くんじゃなくて、めっちゃ可愛くできたかも。目の下超可愛い、オレンジ色、可愛くない？スイカはモバイルになりたかった。ボロボロ、ほら、あのプリクラが入ってます。曜日久しぶりすぎて、どんなメイちゃんも可愛い。ありがとう、もっと言っていつも可愛いってくれなきゃやだいいよっつってもらったけど、大阪行くことないしなと思って、ゆみちゃんにあげようかな。帰るとき行くかな。領収書です、切符の領収書のやつ。でもね、3分の2してないから、もうほんとありえない。ポイって領収書は大事です、本当に。マジリアルな話をする確定申告必要だから。個人事業主なんか一応ね、言ってるって感じ。なんてこっちゃ。え、でも渋谷のクロス、え、今日のメイク良くない？見て、今ね、アイメイクにハマってる。どの辺がうまくいったのか、今日なんか色味がいいですね。オレンジ味があって、でさ、メイさんの猫目、そう、めっちゃ猫目なのよ。私アイシャドウしっかり描いてるけど、10人ぐらい観覧できるって、みんな来て。予約とは、来る人はエサーラメイのチェス。今暑くて死にそう、めっちゃ暑い。明日はセンクラ会いに来てくれ、幸せなんだけどな。10、11、12、会いに来てくださいなんて言えばいいんやろ、なんて言いますか。なら僕がその代わりを生まれたかった。うそ、どうやってやる。あとピアス買ったんだけどさ、今日つける予定だったの、本当はね。どういうことこれ、え、どういうこと、なんか分からんけど、みんなに見てもらおう。はっ、アンパンマンで言うと僕は2番。可愛くない？見ている。あとは普通のピアスなんですけど、みーちゃんの耳かわいい、ありがとう。とないよーみーちゃんの耳かわいい。みーちゃん耳ね、意外と分厚いんですよね。どうでしょうか、ちょうちょかわいいでしょ。かわいい、笑いや笑い、キャッチこんばんざい。なんかノリでつけられる人しか会ってないんですけど、なんか今悩み中です。思うじゃん、でもなんか左二連が可愛いなって思ってるから、別に開けなくてもいっかみたいな。 RS さんこんばんざい、こんばんざい、ありがとうございます。エサメイです。で、うん、シンプルイズザベストだね。この話したよね、シンプルイズベスト。耳は穴だらけの子苦手。本当は昔3つ開いてて、全部閉じてもう一回開け直した。それ今大変なことになる。メルチキを取りたい、会いに来てゾロですね。ピアスとか私は開けてます、やばいね。撮影会で預かったものをそのまま持って帰ってきてしまった。嘘、3個目。
毎日つけてないし、今日もライブつけてないし、昨日もつけてないし、夜のために開けたんだっていうね。メータントの大好きなチェキを見てる、ありがとう。はい、ということで明日は19日があるので、な、待ってるよ、頑張ります。リボンで結んだメイちゃんのストレートツインって見たいな。これぐらいのさ、しかも今日はもうか、この後はちゃんとお風呂に入って寝ます。褒めてほしい、毎日お風呂に入って。ヤサワにとってはみんなにとっては当たり前かもしれないけど、ヤサワにとっては当たり前ではないことがたくさんあるんです。褒めてくれ。今度ついにそろそろお配信を、お前マジお風呂両部屋ありがとう。毎日寝る前にお風呂、こうできたら見してね。ちゃんと見てから白に変わったね。あばありがとう、えらいかわいい、変顔なしでかわいい顔して。落ちめいたありがとう、ブラボーお疲れ様ありがとう、のちかおやすみんで、みーだまかおやすみなさい。ということで皆さん会いに来てくれるの待ってます。矢沢めいでした、バイバイ。ひきこもり絶対チャンスです。